ちょっと押しているので、本当はですね、カウントダウンの動画とかあるんですけれども、巻きでお送りしております。マオティックカンファレンスグローバル2022ジャパニーズトラック、日本語トラック、セッションも実は早いもので、ラスト2、しかもセッションとしては最後となりました。それではですね、アクイアジャパン合同会社の丸山さんによるですね、API で唱えるシステム連携という題でお送りしてい、ま、いきたいと思います。では、丸山さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。最後の日本トラック、最後のセッションということで、最初からこの日本語セッション、日本語トラックを見ていただいている方にとってはですね、ちょっと疲れてきた頃かなと思うんですけれども、ぜひ最後まで、見ていただけると嬉しいです。今回は API で叶えるシステム連携という題でお話をいたします。まず、私なんですけれども、アクイアジャパンで、テクニカルトランスレーターという、名前でですね、活動をしている丸山と申します。アクイアではですね、実際に私も、マウティックですね。アクイアではキャンペーンスタジオというふうに言っているんですけれども、自社で使っておりまして、ここで、日々の、マーケティングアクティビティというのをですね、実際に行っていたりしております。本日の、まず、お題といいますか、お話なんですが、マウティックでシステム連携を行いましょうというふうに考えたときに、秋山さんのセッションや、寺岡さんのセッションでですね、プラグインを用いたシステム連携というのがですね、ご紹介されておりましたと。ということで、マウティックというのはですね、セールスフォースだったり、ツイッターなどの他システムと連携するためのプラグインというものが、デフォルトでマウティック側で用意されておりますので、比較的ですね、ノーコードで簡単にシステム連携が行えるような仕組みになっております。ですが、プラグインが用意されていないシステム、日本国内のシステムであったり、まだマイナーなシステム、社内システムと連携したいという場合はどうすればよいでしょうか。また、用意されているプラグインでは要件が満たせない場合、どうすればよいのでしょうかということで、ここでですね、REST API や Webhook を活用してシステム連携がマウティックでは行えるんですよ、と。いうことです。ザピアとかですね、イフトなんか、皆様も名前聞いたことあるかもしれないですが、そういった、タスク自動化ツールもですね、裏側では結局、REST API や Webhook が裏側で読み出されておりますので、このシステム連携において、Web API を、システム側で用意するっていうのは非常に重要な、ものになります。で、連携したいシステム側、マウティック側と連携したいシステム側、両口に、API の口が用意されていれば、もうですね、プログラマブルに自動化フローを組むことができるということになります。ということで、マウティックの API の概要、そして最後に連携デモというのをご紹介したいなと思います。本日のアジェンダになります。まず、マウティックの REST API についてご紹介させていただき、REST API を、どうやって使い始めるのか。そして、今、非常に、デファクトスタンダードになりつつある、OOS による認証認可、どういうふうになっているのか。という話、簡単にさせていただいて、API リクエストを実際に、テストするであったり、マウティックと他のシステムを連携するというデモをご紹介します。はい。では、まず一つ目のトピックです。マウティックの REST API についてご紹介します。はい。まず、マウティックの REST API、なんですが、マウティックでは、REST 形式、の Web API っていうのが提供されています。マウティックの中では、この
REST 形式の Web API のことを REST API というふうに呼んでおりますので、ちょっとここからはですね、REST API というふうに呼ばせていただきます。ちなみに、REST 以外の方法はですね、例えば、GraphQL であったり、まあ、SOAP なんかは今、あんまりないかもしれないですが、他の形式では対応しなくて、REST 形式のみですね。そして、PHP ライブラリで、が、公開されておりますので、PHP でですね、アプリケーション、Web API 通信するようなアプリケーションを作りたい場合は、これが利用できます。JSON 形式ですね。REST API で、JSON 形式でレスポンス出力しますと。まあ、ここら辺結構オーソドックスな形ですね。そして API のエントリーポイント、いわゆる、ドメインすら API で、すべてここがですね、API の、まあ、なんでしょう、出発ポイントになります。なので、すべての、API の、まあ、リソースに対するですね、パスというのは、すら API すらコンタクツであったり、すら API、すらキャンペーンなんか、すべてすら API から始まります。対応している認証認可方式2種類ありまして、1つがベーシック認証。で、次が OAuth2 ですね。今回はメインとしては OAuth2、をメインにお話をします。この REST API で、どんな機能が開放されているのか。MA ツールでですね、Web API を提供している、まあ、事業者、ベンダーというのは非常に多いと思います。有名なところですと、まあ、マルケとパードと、だったり、まあ、やっぱり海外ベンダーはですね、非常に豊富な、まあ、エンドポイント、API でできることっていうのがすごくたくさんあるんですけれども、やっぱりですね、そこはベンダーによってですね、その力の入れようだったり、システムのそもそものアーキテクチャの制約があったりとかって、API でですね、どんなことができるのか、っていうのが、実は少なかったりする場合もあったりしますよね。例えば、なんでしょう。コンタクト情報しか引っこ抜けませんとか。まあ、例えばそういう形ですと。なんですが、マウティックの場合はですね、かなり API は力を入れているのか、API ファーストで実装されているのか、ちょっとわからないですが、マウティックの管理画面で行えることのほとんどは API 経由でも行えます。マウティックの管理画面、アクセスしている方は、ご存知かと思います。アセットキャンペーン、カテゴリー、カンパニー、コンタクツ、データはちょっと飛ばして、ダイナミックコンテンツ、E メール、フィールドなんかは、すべて管理画面、メニューで表示されますよね。そこら辺の、リソースっていうのはすべて API 経由でクラッド操作が行えるようになっています。それでは、マウティックで実際に REST API をどのように使い始めるのかというのをご紹介します。まずですね、マウティックの管理画面の中で、API を設定する編集画面といいますか、管理画面が用意されています。それはどこかといいますと、まあ、環境設定の部分ですね。こちらのネジマークをクリックしますと、まあ、設定の中に、この API 設定、そういうですね、設定項目が、あります。この中でですね、基本的に API を有効化、そもそも API 有効化しますか？はい、いいえ。ベーシック認証有効にしますか？アクセストークンの、時間ですね、制限時間。そういったものが設定することができます。なので、基本的にこの API 有効化しますか？はいが、チェックされていれば API は使い始めることが可能です。そして、この API リクエストにおける認証認可は先ほど2種類あるというふうにお伝えしました。ベーシック認証と OAuth2 ですね。ベーシック認証による API リクエストというのは、比較的すぐにですね、簡単に試すことができます。
先ほどの、前のページでお見せした API 設定画面のベーシック認証を有効にするというフラグが先ほどありました。こちらですね。これを、はいにするだけで、もう基本的には、ベーシック認証のやり方で API にリクエストを送ることができます。ベーシック認証なので、資格情報が必要ですが、それ何を使うのかと言いますと、マウティックのログインユーザーのユーザー名とパスワードが使用されます。それでは、ここで OAuth による認証認可を詳しく見ていきたいと思います。OAuth で先ほどもですね、寺岡さんの、セッションで、ツイッターの、デベロッパーコンソールからですね、認証方法なんか出てきましたけれども、OAuth というワードが出てましたよね。そういったところだったりですね、いろんなベンダーがこの OAuth2 に対応した認証認可を実装しているので、名前は聞いたことあるかもしれないですね。こちら見ていきたいと思います。まず OAuth2.0 とはなんですが、RFC6749 で定義された認可フレームワークというふうに言われています。今だと本当にAPI のですね、API で認証認可どのように提供しますかと、どのように提供しているベンダーが多いかって、やっぱり OAuth2.0 で提供しているケースが非常に、よく見るかなと思います。OAuth2.0 ではですね、エンドユーザーというのがおりますと。エンドユーザーは ID、パスワードをサードパーティーアプリに渡すことなく、外部システムが管理するエンドユーザーのリソースに対する限定的なアクセス権を取得できる。そういう認証認可のフレームワークですね。それではですね、OAuth、もう少し詳しく見ていきます。登場人物が、4人、4つ出てきます。まず1つがリソースオーナーですね。リソースオーナーというのは、こちらのですね、RFC6749 のちょっと図を拝借させていただいてますが、この黄色い枠で書かれているものですね。こちらはリソースの所有者。つまり、人ですね。これは人になります。それ以外はすべて、いわゆるシステムですね。人ではなくシステムになります。こういうふうにクライアントって書かれると人を想像してしまいがちですけれども、これもシステムですね。次にこのオレンジが、クライアントということで、こちらはリソースオーナーの代わりに保護されたリソースへのアクセスを要求するアプリケーションになります。そして次に、オーソリゼーションサーバー。これ、日本語だとよく認可サーバーというふうに言われていますが、権限移譲の仲介をするシステムですね。最後に、リスサーバー。これは、このリソースオーナーのリソースを管理するシステムになります。なので、フルフルの登場人物はこちらの4つになります。ですね。一つ例を言いますと、先ほどのツイッターの例ですね。ツイッターの例。じゃあ、このリソースオーナーは誰になるのかというと、ツイッターのユーザーアカウントになります。ツイッターのユーザーアカウント。そして、このクライアント。ツイッターで言うとですね、例えばわかりやすいところだと、ツゲッターなどのツイッターアプリケーションを利用した、アプリケーションですね、サードパーティーアプリケーションがクライアントになります。このオーソリゼーションサーバーと、リソースサーバーというのが、ツイッターが管理する、そうですね、ツイッターが管理する、サーバーですね。なので、このリソースサーバーの中に、このリソースオーナーのツイートや、ユーザーアカウントの情報というのが、含まれております。この認可サーバーというのはあくまでも、認証認可を行するための、システムですね。これ、Google の場合でも、似たような形になりますと。
ただですね、この認可サーバーというのは、これ一緒になっている場合もあります。ですが、この認可サーバーが、最近だとですね、API、なんでしょう、API を自分でフロントになってくれるようなですね、Apigee とか、OAuth0 というサービス、OAuth0 とか、多分 Okta もそうだと思うんですが、それがですね、この認可サーバーを担うというケースもあります。ということで、では、Mautic の場合ですね。Mautic の場合はどういうふうになるのかと言いますと、リソースオーナーというのは Mautic のログインユーザーに当たります。なので、Mautic 内で作成されているユーザーアカウントがリソースオーナーになります。次に、クライアントというのが、これは、Mautic のサーバーではなく、Mautic の API を利用したい、例えば、ユーザーの、コンタクト情報をですね、同期したいバッジサーバーであったり、API リクエストを CLI 経由で取得したい時の場合であったり、まあ、純粋にサードパーティーアプリケーションを作る場合っていうのが、このクライアントに当たります。先ほどですね、この認可サーバーとリソースサーバーは別々の場合もあれば、同じ、なんでしょうね。システムの中に、コンバインされている場合もあると言いましたが、マウティックの場合はまさに、一緒になっている場合ですね。一緒になっております。まだまだですね、OOS、ちょっと基本なところになりますけれども、ちょっとご紹介します。この OOS2 にはですね、OOS2 の、ざっくりとした使い方は、クライアントがですね、アクセストークンを用いてリソースサーバーにアクセスするためのフローがいろいろ用意されているんですね。RFC で使用が公開されているアクセストークンの発行方法。まあ、これ、このアクセストークンの発行方法がつまりグラントタイプと呼ばれるものになりますが、これを、いくつか紹介します。これが全てではないんですけれども、この、4つがですね、一番最初の RFC で公開された、グラントタイプになります。まず1つがオーソリゼーションコードグラントと呼ばれるもので、これがですね、OOS 2.0といえば、まあ、オーソリゼーションコードグラントという、なんでしょうね。まあ、一番オーソドックスな形なのかなと個人的には思っておりますが、これは最も安全で最も複雑なフローを、提供しているものです。オーソリゼーションコードと呼ばれる、一時的なコードですね。これを介してアクセストークンを発行する手法になります。次に、クライアントクレデンシャルグラント。これは、クライアントとタイトルにあるように、リソースオーナーを介さないフローなんですね。なので、これは、リソースオーナーと、クライアントの、なんでしょうね。オーナーというのか、まあ、所有者といいますか。これが一致している場合に利用できるものになります。まあ、そうなるとですね、手順が非常にシンプルになりますと。なので、条件一致してれば、これすごく簡単です。これはクーロンジョブ実行などマシン間認証が、まあ、行いますね。わざわざリフレッシュトークンを随時発行しなくても、まあ、済んだりとかですね。そもそも、リソースオーナーを介して、アクセストークンを発行しなくて済むので、まあ、これができると非常に楽ちんの、手法なのかなと思います。次に、リソースオーナーパスワードクレデンシャルズグラント。これ現在非推奨になりますので簡単にご紹介しますと、クライアントがリソースサーバーのファーストパーティーである場合に、使える、手法になります。なので、例えば、クライアントがリソースサーバーの、まあ、なので、ツイッターを例にしますと、ツイッター社が出している、
ツイッターアプリだと、このリソースオーナーパスワード、クレデンシャルグラントというのは使えます。まあ、なので、条件に合致していれば使えるんですが、今、一応非推奨という形になっています。最後に、インプリシットグラント。これも現在では非推奨。代わりに、ピクシーと呼ばれるですね、新しいグラントタイプを用いた方法が推奨されておりますが、いわゆる、この、オーソリゼーションコードグラントやクライアントクレデンシャルグラントというのは、バックエンド側で実行されるアプリケーション、いわゆる、このクライアントシークレットをセキュアに保存できる環境で利用できるものになっております。そうではなく、JavaScript アプリケーションやモバイルアプリケーションですと、こちらの方法はアクセストークン、クライアントシークレットが見えてしまいますので、インプリシットグラントという方法が用意されておりました。まあ、今は別の方法で実現するような形になっております。では、ここでもですね、Mautic の場合、Mautic でじゃあこれすべて提供されているんでしょうか？提供されていません。だいたいですね、このグラン、OOS 2.0 が API 事業者によってですね、認証認可方式として実装されている場合でもですね、すべてが実装されているとは限りません。その API の、何でしょうね、要件によってはこれに当てはまらない場合もありますし、これに当てはまらない場合ももしかしたら出てくるかもしれませんし、そもそもですね、リソース不足ってことで、これすべて実装する、なんでしょうね、ことは求められているわけではありませんので、API 提供側もですね、最低限のグラントタイプを提供している場合が結構多いのかなと思います。では、Mautic の場合はどうなるかと言いますと、上の2つですね、オーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルグラント。この2つが、Mautic で使えるグラントタイプになります。あと、リフレッシュトークンのですね、グラントタイプも、使えない。ここではちょっと割愛しております。ではですね、このオーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルズグラント。これの、トークン発行方法、どういうふうに違うのかっていうのを簡単にご紹介したいんですけれども、このですね、オーソリゼーションコードグラント。これが、いわゆる、なんでしょうね、フルフルの、先ほど登場人物、4つ紹介しましたけれど、フルフルのメンバーが出てくる。そして、最もこう複雑で、最もセキュアなフローと言われているものです。なので、OOS 2.0 というと、オーソリゼーションコードグラントが、イメージされるような形ですかね。はい。で、これは、オーソリゼーションコードからですね、まずですね、クライアントがリソースオーナーに対して、リソースを取得したいですというふうにですね、リクエストを送って、いいですよと言われた場合にですね、オーソリゼーションコードという、一時的なコードをですね、返してくれるんですね。このオーソリゼーションサーバー系で。そして、この、手にした、オーソリゼーションコードを使って、アクセストークン、最終的にアクセストークンを得る。そしてアクセストークンが得られればですね、リソースサーバーにやっとアクセスすることができる。というような、そういったフローになります。このですね、オーソリゼーションコードからアクセストークンを引き換えるところ、ここですね。ここは、クライアント ID とクライアントシークレットがここで必要になります。オーソリゼーションコードとクライアント ID とクライアントシークレット、3つ必要になります。なりので、オーソリゼーションコード単独で流出してもリスクを低く抑えられます。この3つがないとですね、アクセストークに引き換えられます。アクセストークに引き換えられないということは、リソースサーバーにアクセスできないということなので、そういったですね、リスクが低いようになっています。
そして有効期限の長いリフレッシュトークンが発行されることで、アクセストークンの有効期限が切れた後もですね、再度リソースオーナーの認証をここに帰らなくてもですね、アクセストークン再発行することが可能になっています。なので、基本的にはですね、有効期限、毎回毎回ですね、認証が発生するのかというわけではなくて、一回認証してしまえばですね、このリフレッシュトークンの、トークンの、有効期限ですね。有効期限までにリフレッシュトークンを使って、またですね、新しいトークンを得ることができるというふうになってますので、そういった、流れになっておりますと。形ですね。それでは、クライアントクレデンシャルズグラントはどうなのかと言いますと、これはクライアントと同一のリソースオーナーが保有するリソースにアクセスしたり、リソースオーナーからの権限移譲が必要ないリソースにアクセスする場合に有効になります。なので、これ使えるシーンは、こっちのオーソリゼーションコードグラントよりかは限られる場合ですね。ただ、マウティックの場合は、リソースオーナーとクライアントが、同じ場合はですね、これ使えますということです。なのでですね、これリソースオーナーを介しません。このフローが、一番上のフローがなくなります。単純に、クライアントがですね、リソースにアクセスしたいときは、オーソリゼーションサーバーにですね、直接、クライアント ID とクライアントシークレット、付与するだけですね、アクセストークンが手に入る。そういったフローです。リソースオーナーを返さないので、クローンジョブの実行などのですね、マシン間認証に、有効ですね。ではですね、この OOS 2.0ではですね、だいたいこの2つのエンドポイントを用意しましょうというふうになっています。認可エンドポイントとトークンエンドポイントです。この URL はですね、だいたいこの API 提供元によって URL 違ったりします。マウティックの場合は、スラ OOS、スラ V2、スラオーソライズ、スラ OOS、スラ V2、スラトークンというふうになっています。API キーの管理ですね。まずですね、この OOS 2.0ですね。クライアント ID とクライアントシークレットが、必要な、場面がありますよね。まずで、マウティックではですね、オーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルグラント対応してますけど、これ両方ですね、クライアント ID とクライアントシークレット必要になります。なので、これどこで発行するのか、管理するのか。これはですね、管理画面の中で管理できます。ネジマークの中にですね、管理メニューの中から API クレデンシャルというものがあります。ここでですね、OOS をでアクセスするための、クライアント ID とクライアントシークレットを発行することができます。はい、クライアント ID。この公開キーというのは、いわゆるクライアント ID、シークレットキーというのがクライアントシークレットになります。それでは API キーの管理、新規作成の方法ですね。この一覧画面の右上にですね、新規ボタンというものがありますので、そこから API キーを発行することができます。入力するのはですね、認証プロトコル。これ、以前は OOS 1にも対応していたので選べたんですが、確か、マウティックの 4K からですね、4K のどこかからですね、OOS 1が非推奨に、非推奨というか、デプリケートされてしまいましたので、現在は OOS 2だけですね。あとは、わかりやすいラベルとなる名前とリダイレクト URL 入力するだけで、API キー発行することができます。はい。それでは API リクエストを
このキーをですね、発行したら、してみたいですよね、ということで、API リクエストやってみましょう。ここではですね、Web API の開発テストツールであるポストマンと呼ばれるアプリケーションを使いまして、OOS による API リクエストを試したいと思います。ここではですね、先ほどですね、オーソリゼーションコードグラント、クライアントクレデンシャルグラント、どちらでやるかということですが、今回はクライアントクレデンシャルズグラントでですね、API リクエストやってみたいと思います。まずは手順を紹介します。手順ですが、これですね、すでに API キーを Mautic 側で取得したことを想定します。そして、ポストマン側の画面に入りまして、まずですね、どんなリソースにアクセスしますかと。今回は、例として、コンタクト一覧を取得するリクエストを投げたいと思います。そうしましたら、オーソリゼーションタブというのが下にありますので、ここでですね、OOS2.0 選択すると、このようにですね、入力項目が出てきます。なので、本当に非常に簡単にアクセス、リクエストを試すことができますと。グラントタイプ。これが、クライアント、クレデンシャル。これ選択します。アクセストークン URL。これは、マウティックのトークンエンドポイントを指定します。先ほど説明したものですね。すら、OOS すら、V2 すら、トークンになります。クライアント ID とクライアントシークレットは、マウティックの API キーの発行で、生成されるものを指定します。このスコープは空で大丈夫です。なぜならば、マウティックはこのスコープというのは実装されておりません。最後にこの Get New Access Token をクリックするだけでですね、ポストマン側が、このマウティックにこのですね、この、トークンエンドポイントにですね、クライアント ID とクライアントシークレットを、付与して、ポストリクエストを送ってくれるんですね。ポストリクエストを送られると、クライアント ID とクライアントシークレットが合っていると、トークンがレスポンスで返されますと。で、正常に、トークンが発行されると、このような画面になります。こんなトークンが発行されましたよ。では、これを使います。ということで、ユーズトークンをクリックすると、このですね、アクセストークンの項目に自動的に取得したトークンが入力されるようになります。そうすればですね、もう、リソースへアクセスする準備が整いましたので、センドをクリックすると、下にレスポンスが、出力されるというものになります。それではですね、簡単にデモしてみたいと思います。こちらが、ポストマンの画面ですね。こちらが、API の一覧になります。これちょっとテスト的なですね、マウティックになります。これ、もう公開キーとシークレット、本当は、見えちゃいけないんですが、ちょっとテスト的なものということで、ちょっとご了承ください。このようにですね、この歯車から、ここで管理メニュー一覧が出てきますけれども、API クレデンシャルというところで、今存在する、API キー、いわゆるクライアントですね。というのが、ここで見ることができます。新規というボタンをクリックしまして、新規、新しいクライアントを作成しましょうと。どういうふうにするのかと言いますと、認証プロトコルは OOS2 で、名前は、これこのマウティック上で管理するための名前になります。ポストマンで API リクエスト。ようですと。名前は何でも大丈夫です。そして、リダイレクト URL なんですが、このリダイレクト URI はですね、オーソリゼーションコードグラントのグラントタイプを使用するときには必須になります。なんですが、クライアントクレデンシャルグラントを使う場合は、これ、
ダイエット URL は使用しません。なので、この値は正直何でも大丈夫です。ということで、今、API キー、いわゆるクライアント ID とクライアントシークレットが発行されました。発行されたので、これを使ってですね、API リクエストを試してみたいと思います。ここで、今ですね、セットしてあります。すでに。API すらコンタクツということで、コンタクト一覧をゲットするリクエストを送るためにですね、認証の設定を行っていきます。オーソリテーションタブ、そしてタイプに OAuth2.0を選択しまして、まあ、これがですね、おそらくもう有効ではないものになりますけれども、このコンフィギュアニュートークン、まあ、新しいトークンを発行するための設定ということで、ここでグラントタイプが指定できます。先ほども言った通り、マウティックではこのオーソリゼーションコードとクライアントクレデンシャルに対応しています。今回はクライアントクレデンシャルでやります。アクセストークン URL は、まあ、トークンのエンドポイント入力し、クライアント ID に先ほど発行した、クライアント ID を入力し、シークレットもコピーして、クライアントシークレットのところにペーストします。はい、それだけで、もうゲットニューアクセストークンをクリックすればですね、トークンが発行されます。このようなトークンが発行されました。なので、ユーズトークンをポチッと押すとですね、ここにアクセストークンが、自動的に入力されるようになります。はい、アクセストークンが取得できましたので、最後にセンドをクリックして、レスポンスを確認してみましょう。レスポンスは、まあ、200ステータスが出てきております。そして、コンタクト一覧っぽいですね、データが取得できていることがお分かりいただけるかと思います。はい、ということで、API の、リクエストを実際に API キーを使って試してみました。そうですね。はい、今、デモを行いましたと。最後に、はい、これ最後のトピックになります。マウティックとキントーンを連携してみよう。ということで、まあ、マウティックに限らず、MA ツールと CRM を連携するってことは非常に鉄板なのかなと思います。まあ、マウティック、ではですね、デフォルトで、まあ、セールスフォースプラグインやパイプドライブプラグイン、ハブスポットプラグインなんか用意されておりますし、まあ、他の MA ツールでもですね、CRM ツールと、まあ、連携する例なんか非常に多く出てきます。まあ、どのように連携するイメージなのかと言いますと、まあ、このようなですね、いわゆる、こう、マーケティングからですね、営業にバトンタッチする部分ですね。そこで、この認知から興味理解、情報収集までが MA ツール、いわゆるマーケターが関与するところで、この商談の部分ですね、商談の部分というのが、営業部隊、いわゆる CRM が行う部分なのかなと思います。で、どういうふうに連携するのか。で、まあ、これ例になりますが、例えば、リード情報を同期したり、このホットなお客様をこうアラートしてあげたりですとか、問い合わせフォームの、内容を閲覧できるようにするみたいなところが、考えられるかなと思います。このですね、セールスフォースとマウティックの連携については、去年のセッションで、秋山さんがですね、素晴らしいセッション、かなり詳しい内容でお送りしておりましたので、ぜひこちら、検索してみてください。今回は、キントーンとマウティックを連携してみたいと思います。キントーンはですね、日本で非常に人気の CRM システムだと思いますが、マウティックにはですね、プラグインはまだ存在しておりません。なので、そんな中でですね、
どういうふうに連携するのかというと、まあ、ザピアを使ったりですね、自分で、まあ、ミドルウェアを介してですね、API を使ってですね、まあ、データ同期したり、あとは今回のように、Kintone の JavaScript カスタマイズを利用して、Kintone レコードに一致するマウティックコンタクト情報を表示するということが行えるんですね。なので、こちらの連携でも紹介したいと思います。ということで、早速、デモですね。これ、マウティックの画面ですが、こちら。Kintone でですね、事前に、案件管理というアプリケーションを作っております。まあ、実際にまずですね、どのような動きをしているのか、ちょっと見てみましょう。ここにですね、まあ、案件管理ということで、このようなレコードが今存在しております。クリックしてみましょう。顧客情報のところにですね、アクイアという会社の丸山ひかるという、顧客情報がここに出てきております。ここでですね、マウティック側のアクティビティを確認するというボタンが出てきていますね。これをクリックしてみると、このようにですね、活動履歴ということで、ずらずらずらっと、情報が出てきています。これはですね、マウティック側のコンタクト一覧のですね、こちらの E メールに合致した、コンタクトのこちらの履歴を引っ張ってきている、ものになります。この履歴もですね、マウティックの REST API で、まあ、引っ張ってこれるものになります。それでは、また案件一覧に戻りまして、この佐藤真奈美さんという方のレコードを見てみましょう。こちらもですね、ボタンが出てきました。マウティック側のアクティビティを確認するということで、先ほどとは違うデータ出てきましたね。これもマウティック側に本当に存在しているのか、見てみます。佐藤真奈美さん。こちらのアカウントですね。メールアドレスの一致で今回は見ております。このですね、イベント情報、いわゆる履歴が、ここに表示されているものですね。同じものが表示されております。では、最後に、こちらの小林直人さん。こちらのレコードを見てみます。こちらのレコードにはボタン表示されないですね。なぜかと言いますと、この、キントン側にですね、ある顧客情報が、マウティック側に、まあ、ないということで、今回はですね、アカウントがないと、マウティック側でここにボタンを表示しないというふうに制御しております。それではですね、どんなコードになっているのか。こちらが、コードになりますと。マウティック、このキントーンでですね、JavaScript カスタマイズという、この画面上でですね、任意の JavaScript を読み込める仕組みがキントーン側で用意されているんですね。なので、今回はこの JavaScript カスタマイズを、活用してですね、JavaScript ファイル、この JavaScript ファイルをこの画面で読み込んでいます。このようにですね。今回は、クライアントクレデンシャルズグラントを、例に、API リクエストを送ってるので、このクライアント ID とクライアントシークレット。そして、マウティックの、API のドメイン。これらを使ってですね、API リクエストを、JavaScript の AJAX で、まあ、行っております。一つ注意していただきたいのが、今回、検証で、このアプリケーションを作成しましたと。このクライアントクレデンシャルフローや、オーソリゼーションコードグラントというのは、JavaScript のような、
このクライアント ID をセキュアに保存できないアプリケーション上ではですね、使用しない方が、まあ、良いというか、使用すると危険ですよというふうに言われているんですね。なので、これ実はちょっとバッドプラクティスになります。なので、こう、本当にですね、こういうことをやろうと思ったとき、例えばですね、バックエンドできちんとクライアント ID でクライアントシークレット隠せるような、ミドルウェア用意して、その中でですね、まあ、キントン側に、先ほどのマウティクの REST API を使って、もうデータを、まあ、バッチ処理でですね、入れてあげる。それでキントン側で、フィールド用意してあげて、まあ、表示してあげるみたいなことをやったりですね。あとは、まあ、このキントン側にもですね、プラグインシステムというのが、あるみたいです。なので、まあ、そこでうまくですね、この、JavaScript 側で行うんではない、こうバックエンドで、クライアント ID、クライアントシークレットが、やり取りできる、そういう仕組みになっていればですね、まあ、実現可能なのかなと思います。まあ、あくまでもこれは、検証用ということで、まあ、なんていうんですかね。まあ、これ、OAuth の、ちょっと危険なところなのかなと思うんですけれども、やっぱ使えてしまうんですね。なので、まあ、きちんと、こう、OAuth の仕様を理解した上でですね、API 使っていただくのが、まあ、非常に重要になるかと思います。すいません。少し長くなりましたが、最後にまとめです。今回は Mautic の REST API についてまとめてみました。Mautic の REST API の概要、そして、Mautic の REST API を使い始める方法、今やデファクトスタンダードになっている OAuth による認証認可とは何なのか、API リクエストをテストする方法、そして最後に Mautic と Kinton を連携するデモ、紹介しました。ということでですね、良い API ライフをこれからも送ってください。以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、丸山さん、どうもありがとうございます。それではですね、早速、日本語トラックの Q&A のセッションに移りたいと思います。では、このセッション終了させていただきます。丸山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。